続きましては軽快なスピードで芝マイル重賞を参照したシルポートです。父はホワイトマグル、母の千葉サンデーサイエンスです。現役時代は父譲りの成長力と圧倒的な高さで、8歳までは大きな怪我もなくマイルから中距離路線の第一線で走り続け、マイラーズカップ連覇を含む重賞3勝と息の長い活躍をしました。現在の日本競馬にマッチするスピードとハイペースで逃げてもバテない持続力を持ち合わせたシルポートの産駒は、これまでに2世代がデビューいたしましたが、決して多くはない産駒の中から中央で白山クエロが2歳戦で勝利、白山フラワーが地方重賞金沢プリンセスカップ5馬身差で圧勝するなど、合計11頭が勝ち馬となり、これからのさらなる活躍が期待されるところです。本馬は芝のマイル競争を得意としておりましたが、父ホワイトマズルからは芝ダート距離の長短を問わず活躍馬を出す万能勝負馬だったことから、ダートで走る参考を出す可能性も秘めております。本年の種付け料は期待確認後30万円またはサンク誕生後50万円となっております。以上シルポートでした。